イギリスの一般政府、歳出一般公共サービス防衛経済、関連環境保護住居、地域環境保険娯楽、文化、地域教育社会保護イギリスの福祉は福祉国家モデルで運営されており、保険、教育、雇用、社会保障などが含まれる。イエスタ・エスピン・アンデルセンによれば、英国の福祉制度はリベラル福祉国家に分類される。イギリスでは1941年の ベバリッジ報告書において社会保障が提唱され、ゆりかごから墓場までとされる最低限度の保障を目指した。主に国民保険サービスによる公費負担医療として提供され、登録制の総合診療医によるプライマリケアが達成されている。2011年度では NHS 予算の98.8%は公費にてまかなわれており、これは イギリス国家予算の25.2%に相当する。保育サービスについては自己負担となる。幼稚園については原則半日分が無料であり、また3から4歳児は週15時間の無料早期教育サービスを年38週受ける権利がある。勤労者タックスクレジット並びにインカムサポートが存在し、どちらもミーンズテストに基づく公的扶助である。 国民保険への保険料、払い込みカード公的年金制度としては、全国民が加入する1回部分の基礎年金と2回部分の所得比例方式がある。さらに、低所得者を対象とした年金クレジットが存在し、これは租税を原資とし、ミーンズテストによって実施される、社会扶助であり、収入に応じて減額される。加えて、職場提供の私的年金が存在することもある。 英国の人口ピラミッド中央政府の社会的支出は2011年度には113.1億ポンドであり、これは政府会計の16%を占める。加えて国民年金に119.4億ポンド、保険に121億ポンドが採出されている。2010年にキャメロン内閣はステート・オブ・ザ・ネーションと題したレポートを発表し、 最も歳出の多い支出は国民年金であり、続いて住宅支援とカウンシルタックスベネフィットであるとしている。2011から12年の歳出では失業給付に5.1億ポンド、低所得者に41億ポンドが支給されている。なお、イギリスの付加価値税は20.0%である。イギリスの税収構造個人所得税。 法人税社会保険資産税消費税その他戦後、ありがとうございます。